1030年8月に起こったアザーズの戦いは、シリアの都市のアザーズ近郊で、ビザンツ皇帝ロマノス3世アルギュロスが率いる、ビザンツ帝国軍とアレッポのアミールのシブル、アイコールダウナソルが率いるミルダース長軍の間で行われた戦闘である。シリア北部に位置するアレッポは長期にわたって、ビザンツ帝国とその隣人であるアラブ人の間における紛争の火種となっており、 ビザンツ帝国はアンティオキアを占領した969年以降都市の保護権を主張していた。1029年にアンティオキアのビザンツ帝国の将軍がアレッポを支配するミルダース朝に敗北を喫した余波で軍事面における経験がなかったロマノス3世が自らアレッポに対する軍事行動に乗り出した。軍事行動の動機については 様々な説明が存在するものの、同時代のビザンツ帝国の年代記作者は、皇帝がバシレオス2世をはじめとする前任者たちの軍事的栄光を追い求めていたと説明している。これに対して、ミルダース長は、功能の支払いを含む和平の申し入れのために死者を派遣したものの、成功を確信していたロマノス3世は提案の受け入れを拒否して死者を拘束した。 皇帝の将軍たちは暑く乾燥した夏のシリアでの軍事行動を避けるように進言したが、ロマノス三世は進言を受け入れずに進軍を続けた。アラブ側の資料によれば、ミルダース朝の部隊はビザンツ軍と比較してかなり小規模であったものの、大部分はベドウィンの軽装備の騎兵で構成され、重装備の敵に対して優れた機動力を有していた。双方の軍隊は、 ビザンツ軍が野営地を築いたアレッポの北に位置するアザーズの近郊で衝突した。ミルダース町の部隊はビザンツ軍の偵察部隊を奇襲して壊滅させ、ビザンツ軍の野営地に繰り返し攻撃を加え始めた。食料と水を確保することができなくなったビザンツ軍は飢えと乾きに苦しむようになり、ミルダース町軍に対する攻撃も失敗に終わった。 最終的に、ビザンツ軍は8月10日に、アンティオキアへの撤退を開始したが、アルメニア人傭兵が、物資の略奪を始めたために大混乱に陥り、アラブ人は無秩序と化したビザンツ軍を攻撃して、完全に打ち破った。ロマノス三世は敗走し、ビザンツ軍の残存者と共に、アンティオキアへ逃れた。しかし、ミルダース長は、莫大な戦利品を手に入れたにもかかわらず、 勝利を十分に活用することができなかった。ロマノス3世のコンスタンティノープルへの帰還後に現地に残った将軍たちはアラブ側の要塞を次々に占領して状況を挽回することに成功し、1031年にはミルダース長がビザンツ帝国と条約を結んでアレッポは再びビザンツ帝国の従属下に置かれることになった。969年のビザンツ帝国軍による アンティオキア陥落の様子を描いたマドリードスキュリテスの細密が969年10月28日にアンティオキアが将軍のミカエル・ブルチェスが率いるビザンツ帝国軍によって陥落した。その後、アレッポのアミール政権は同年にビザンツ帝国との間で条約を結び、条約締結以降はビザンツ帝国に侵入していた。しかし、 ビザンツ皇帝バシレオス2世の死の数年前に、アレッポの政権はエジプトのファーティマ朝の総主権下に入った。信仰のミルダース朝がアレッポの支配権を獲得するまでの間に、アレッポとシリア北部に対するビザンツ帝国の影響力は全般的に大きく低下していた。1029年にパレスチナで発生したウクフアーナの戦いで、 ミルダース朝のアミールであるサーリフ分ミルダースが、ファーティマ長軍に敗れて戦死した後、サーリーフの若い息子のナスルとスイマールが後継者となった。アンティオキアのビサンツ帝国のカテパノであるミカエル、スポンデュレスは、この状況をサーリーフの後継者たちの経験不足につけ込んで、ミルダース朝の領土を保護下に置く好機と捉えた。また、一方では、イスラーム教徒の集団による、 沿岸地帯の山地内への要塞の建設と、マーンラとアンルーマーンにおける、宗教対立に起因するイスラーム教徒と、キリスト教徒の衝突に苛立ちを募らせていた。結局、スポンデュレスは、皇帝のロマノス三世アルギュロスに報告することなく、ミルダース町に対して、独断で、ビザンズ軍を差し向けた。しかし、派遣された軍隊は1029年7月に、 キーバールで起こった戦闘で、キラー部族の軍隊によって壊滅させられた。ミルダース朝の母体となったキラー部族は、シリア北部で最も強力なアラブ部族であり、ミルダース朝の軍隊の中核を形成していた。その後、ロマノス3世が自らミルダース朝への攻撃に乗り出したものの、その動機については、様々な説明が存在している。ロマノス3世は、 スポンデュレスを解任したが、中世のアラブの年代記作者である、ヤフヤー・アールアント・イブン・アルアディは、ロマノス3世がスポンデュレスの敗北への復讐を、決意したために行動を起こしたと説明している。一方、同時代のビザンツ帝国の歴史家であるヨハネス、スキュリテスト・ミカエル・プセルロスは、この目前に迫っていた、軍事行動は、ロマノス3世の栄光を追い求めようとする動機に、 基づいていたと記している。文官出身のロマノス3世は、軍事経験を完全に書いていたにもかかわらず、あるいはむしろそのために、バシレオス2世をはじめとする前任者たちの行為を模倣することに熱心であった。プセルロスによれば、ロマノス3世は、トライアノスやアウグストスといった、古代のローマ皇帝、さらには、アレクサンドロス大王とすら競うことを望んでいた。 現代のアレッポの市街地と、城西現代の歴史家であるスハイル・ザッカールは、これらのすべての説明は慎重に取り扱う必要があると指摘している。その上で、軍事行動の動機について、サワリフ・ブン・ミルダースが死亡したばかりであったアレッポを、ビザンツ帝国にとって主要なアラブの敵対勢力であるファーティマ朝が征服してしまう可能性があると、ロマノス三世が考え、 これを防いで、アレッポの独立を確保するために行動を起こした可能性が最も高いと主張している。この主張は、おそらくロマノス3世がミルダース長に代わって、アレッポの統治者の地位に据えようと考えていた、かつてのアレッポの支配者でありミルダース朝の敵対者で、あるマンスール分ルールが皇帝の随院の中に含まれていたことを根拠の一つにしている。一方で、 ビザンツ学者のネズユキオットは、ビザンツ帝国内の政治力学的視点から、ロマノス三世が、自己の権威の確立のために小アジアの有力な軍事貴族で、潜在的な対抗者であったコンスタンティノス・ダラッセノスを超える軍事的実績を残そうしていたとするものや、儀式的な戦争行為の成果による国威発揚と権力基盤の強化といった動機を挙げている。また、ロマノス三世は、 ナスルとスイマールに送った書簡の中で、ミルダース町のアミールの敵対者たちが、二人の若さが原因となって、都市を奪い取るかもしれないと懸念を示し、報酬と引き換えにアレッポを引き渡すように要求した。ロマノス三世がアザーズの近郊で軍と野営している様子を描いた、マドリードスキルチェスの細密がロマノス三世は1030年3月31日に、 アレッポへの軍事行動を自ら引きるために、コンスタンティノープルを出発し、7月20日にアンティオキアに到着した。プセルロスによれば、自身の成功を強く確信していたロマノス3世は、来るべき外戦のために特別な王冠を用意し、古代な演出でアンティオキアへ入場した。ビザンツ軍の接近を知ったナスルは、いとこのムカリド・ブンカーミルが引きる施設を派遣し、 ビザンツ帝国の総主権を認め、効能の支払いを再開すると申し出た。プセルロスは、ナスルの施設は、戦争が起こることを望んでいないと宣言し、あらゆる戦争の口実を皇帝に対して与えなかった、が、ロマノス三世が、今や脅しをかける方針で望み、力を誇示することを求めていたために、皇帝が目標を変えない限りビザンツ側は、 戦争を準備するであろうと理解したと記している。一方で、ヤフヤ・アールアンは、施設には、ジャルダーフケ出身のタイ遺族の族長である、ハッサーンブンムファッリジュも加わり、ハッサーンと共に、自分たちは、皇帝の味方であり、皇帝の遠征が行われる際には、軍事奉仕を提供し、必要であれば、人質の提供もすると申し出たと記録している。 現代の歴史家のハインツ・ハルムによれば、ハッサーン・ブン・ムファッディジは、ロマノス三世に対して、進軍を続けるように促した。タイ遺族は、前年に、ファーティマ朝の将軍のアヌーシュタキーン、アイコール・ディズ・バディの前に、テベリアスコ付近で敗北を起死して、降伏を余儀なくされていたが、ジャルダーフ家は、パレスチナの牧草地帯を取り戻すために、ロマノス三世の支援を利用したいと考えていた。 スキュリテェスは、軍隊が乾燥した夏のシリアの砂漠に慣れておらず、兵の重装備が負担となっていたために、ビザンツ軍の将軍たちが、このような条件下での軍事行動による危険を避けて、ナスルの申し出を受け入れるように、ロマノス三世へ進言したと記録している。この記録は、素早い移動に慣れていた、遊牧民のベドウィンであるキラー部族が、 より重く動きの遅いビサンツ軍よりも明確なあり点を持っていたとする現代の学者の見解にも反映されている。アレッポに対する遠征は容易に成功を収めるであろうと信じていたロマノス三世は将軍たちの忠告を拒否した。そしてムカリドを拘束し、7月27日に軍を率いてアザーズへ向かった。ハッサンに対しては同時に皇帝の権威の印として、 槍を送り、配下の者と共に待機して、自分の到着を待つように指示した。プセルロスは、この決定について、ロマノス三世は、戦争は、軍隊の王の募るによって決すると考え、皇帝が頼りにしていたのは大規模な軍勢にあったと、記している。ビザンツ軍はアザーズに近い不毛な平原にやえし、野営地の周囲に、防御のための深い残酷を掘った。 その一方でナスルとスイマールは戦争への準備を進めた。両者は一族をアレッポから避難させ、キラー部族とその他のベドウィンの部族の戦士、特にヌマイル族の戦士を招集し、さらにはジハードの呼びかけの下でアレッポと周囲の農村地帯のイスラーム教徒の住民を動員した。動員された部隊の大部分はアレッポとその城塞を守っていたスイマールの指揮下に入った。 一方で、ナスルが率いた残りの部隊はすべて軽武装のキラー部、族とヌマイル族の騎兵で構成され、ナスルの部隊がビザンツ軍と対決するために出発した。ナスルの部隊についてのアラブ側の資料の説明は様々である。アレッポの年代記作者のイブン・アルアディとアルアズ・イミーは、騎兵の数を923人と記録し、イブン・アビーアイコールダムは700人。 エジプトのアルマクリーズイーは2000人と記録しているもののイブン・アル・ジャウズイーは100人の騎兵と1000人の不評を記録しているザッカールの見解ではナスルの部隊はすべて騎兵で構成されていたとほぼすべての資料が主張しているためイブン・アル・ジャウズイーの数字は非常に疑わしいとしているビザンツ軍の規模は現代の学者によっておよそ2万人と推定されており軍隊には 多くの外国人の傭兵が含まれていた。ナスルの部隊の比較的正確な数とは、対照的にアラブの年代記作者は、ビザンツ軍の規模について30万人、または60万人という現実的とは言い難い、数字を記録している。アザーズで敗走するビザンツ軍を、アラブ人が追撃する様子を描いたマドリードスキュリテスの細密がビザンツ軍はアザーズに近いトゥバルに防御を固めた。 野営地を設営し、ロマノス三世はこの一帯の偵察のために指揮官で、パトリキオスのレオンコイロスファクテスが率いる、エクスクービテス軍団を派遣した。しかし、コイロスファクテスは、奇襲を受けて捕らえられ、ほとんどの配下の者が殺される過保留となった。この成功は、アラブ人の士気を高め、防御された野営地の外に位置していたと思われる市場を焼き払って、 ビザンツ側の食料の調達を阻止し、8月8日にはロマノス3世紀の野営地へ攻撃を加え始めた。その結果、ビザンツ軍は飢えと特に喉の渇きに苦しみ始めた。そしてコンスタンティノス・ダラスセノスがアラブ人に対する攻撃を引いたものの敗北して野営地へ逃げ戻った。ビザンツ軍は意気消沈し、8月9日に 皇帝の表儀で軍事作戦を放棄してビザンツの領土へ引き返すことを決定した。また、ロマノス3世は自軍の工場兵器を焼却するように命じた。翌8月10日の朝に軍隊はアンティオキアへ向けて撤退を開始したもののアルメニア人の傭兵が撤退の機会を利用して野営地の物資の略奪を始めたために軍の統制が崩れた。 この事態は残酷を守っていた兵士たちが身の安全を図って野営地から逃げ出したことでさらなる混乱を引き起こした。ナスルはこの混乱につけ込んでキラー部族の部隊を率いて退却するビザンツ軍へ奇襲攻撃を加えた。プセルロスはアラブ人が集団を分散させて攻撃を加えたことで大軍による攻撃であるかのような錯覚を生み出し、 ビザンツ軍を混乱に陥れて兵卒にパニックを引き起こしたと記録している。ほとんどのビザンツ軍の部隊が喉の,の渇きとセキリによって疲弊していたために軍隊は崩壊して逃走した。プセルロスはこの時の様子を次のように記している。かつて全世界を平定し、戦争の備えと戦闘陣形においてすべての蛮族の大軍に対して無敵であった軍勢が、 その時は敵を目にすることすら耐えられず、彼らの声の轟きだけで耳と魂を縮み上がらせて、全軍が雪崩を打って、敗走に転じたのであった。ビザンツ軍の敗走中に関する出来事は資料によって、説明が異なっている。スキュリチェスによれば、皇帝の護衛部隊であるヘタイレイヤだけが規律を維持し、ほとんど捉えかけられていたロマノス三世は、部隊の抵抗によって、 逃亡に成功した一方で、プセルロスは、皇帝の護衛部隊が逃走し、後ろを振り返ることすらせずに皇帝を見捨てたと記録している。さらに、スキルチェスは、ビザンツ軍が悲惨な敗走に苦しみ、いくつかの部隊では無秩序な集団暴走の中で、兵士たちが仲間同士で殺されたと記しているが、ヤフヤ・アールアンは、ビザンツ軍は、意外にも、 ほとんど人的消耗を被らなかったと記録している。ヤフヤーによれば、高い地位にあったビザンツ軍の軍人の中で死亡したのは二人の指揮官のみであり、さらにもう一人の指揮官がアラブ人によって捕らえられた。アラブ人はビザンツ軍が慌ただしく逃走した際に放棄された無傷な状態の軍隊の荷車を含む多大な戦利品を手に入れた。伝えられるところによれば、 戦利品の中には70頭のラクダに乗せなければならなかったほどの財宝と豪華な皇帝の天幕が含まれていた。歴史家のティエルビアンキによればナスルとヌマイル族の同盟軍の間だけで金貨を運ぶ300頭のラバを捕獲した。ビザンツ側では軍事行動において皇帝たちが伝統的に持ち運んでいたテオトコスの聖なる遺恨だけが守られた。エデッサの占領後に アラブ人の攻撃から、ゲオルギオス・マニア・ケスの部隊が要塞を守る様子を描いたマドリード・スキュリテスの細密がこの戦役における、ビザンツ軍の敗北は、およそ40年後に起こったマラズギルとの戦いの時とは異なり、まだ十分な国力を有していたビザンツ帝国にとって、長期に及ぶ交代には繋がらなかった。一方のミルダース・アサ、ファーティマ・アサ、そして、 バグダードを本拠地とするアプアース町は、アラブ側の勝利を活用することができなかった。ロマノス三世は、コンスタンティノープルへ帰還したものの、アンティオキアに、カテパノと、ドメスティコストーンスコローンとしてそれぞれ2桁スミステアとプロトベスティアリオスのシュメオンを残し、より涼しい気候で、水の入手が容易な年の後半に遠征を再度、実行するように命じた。一方で、ファーティマ町は、 ビザンツ帝国の失敗につけ込んで、アヌーシュタキーマイコールディズバリーが、チャラーフケとカルブ族の協力者を攻撃したものの、10月にボスラで発生した戦いで敗北するという結果に終わった。ロマノス3世の失敗は、アザーズでのビザンツ軍への勝利から引き返してきた800人のアラブ人に対するテルークの長官であるゲオルギオスマニアケスの勝利によって部分的に緩和された。 勝利の予定を買ったアラブ人はマニアケスに自身の領地を明け渡すように要求した。マニアケスは最初は応じるように見せかけてアラブ人に食料や水を送ったがその後攻撃を加えてアラブ人を圧倒した。マニアケスの成功の後アザーズの戦いの余波でビザンツ帝国の支配に対して立ち上がったアラブ人の国境地帯の領主と マラキアの国境の砦の占領を目指すファーティマ朝軍に対するビザンツ軍の抵抗が続いた。ニケタスとシュメオムはこれらの攻撃をうまく退りぞけ、12月には短い包囲戦の後にアザーズを含むいくつかの要塞を次々に占領し、ビザンツ軍が数ヶ月前に敗北したトゥバルは怪人に返した。続く2年間にビザンツ軍は丘陵地帯に位置する現地の部族の取を、 組織的に攻略して支配下に置き、シリアにおけるビザンツ帝国の地位を回復させた。東方でのビザンツ帝国の復活は1031年にマニアケスがエデッサを占領した時点で最高潮に達した。一方のミルダース・朝ではナスルがスイマールを本人がアレッポを離れていた間に追放し、その後単独でアレッポを支配した。しかしながら、この行動は結果的に スイマール本人とキラー部族のスイマールの支持者による脅威を招くことになり、ナスルはビザンツ帝国に許しと保護を求める必要に迫られた。さらに、ビザンツ軍の敗北後の1031年には、ナスルの競合勢力であるハッサーンブームファッディジュが率いるタイイ族とラーフィブンアビーアイコールライルが率いるカルブ族がロマノス3世の招きに応じて、 アンティオキアの南東に位置するルージュ平原に2万人に及ぶ部族民を引き連れて移住してきた。ナスルはこれによってさらなる脅威を受けることになった。ナスルは強力な隣人であるビザンツ帝国の敵意を取り除くために1031年4月に息子のアムルをコンスタンティノオープルへ派遣し、ビザンツ帝国に対して従属国と進化の立場に戻る条約の締結を求めた。 これに応じて結ばれた条約では、ナスルは、ビザンツ帝国へ、年間50万デルハムの効能を求められ、一方で侵略を受けた場合には、ビザンツ帝国がナスルを支援することを義務づけていた。この合意は、1032年に、ニケタスとナスルによるアラーサンで発生したドルーズ派の、反乱に対する共同での鎮圧につながった。ミルダース朝の兄弟間の紛争は、 ナスルがアレッポからシリアを統治し、スイマールがラフバからメソポタミア方面を統治する形で、キラー部族の指導者がアミール政権を分割する朝廷を成立させたことで、収束することになった。その後、1038年にアヌーシュタキームがハマーの近郊で起こった戦いでナスルを破って戦死させ、続いてアレッポをも占領したものの、スイマールが後に、 ミルダース町によるアレッポの支配を回復した。ミルダース町は時折中断を挟みながらも1080年までアレッポの支配を維持した。一方で、ロマノス3世は1032年に再び東方への遠征を実行に移したが、進軍中に首都で陰謀事件が発生したことで中止を余儀なくされ、さらには、皇后のゾエトパフラゴニア家の一派が、 ロマノス三世支持派の勢力を駆逐した。その結果、権威の低下と孤立化に陥ったロマノス三世は1034年4月11日に、パフラゴニア家のミカエルによって、浴場で溺死させられ、ミカエルがミカエル四世として定位につくことになった。ありがとうございます。